寝る前にお風呂上がりにしてるスキンケアとメイク前のスキンケアを紹介したいと思います。リーロルショット使ってからマジで人生変わったので、マジでこれ使った方がいい。マジで肌やばい。こんな感じです。マジで肌綺麗になるの。え、絶対やってほしい。 Here we go! レディーゴー！エリーゴー！千葉エリーです。お願いします。はい、ということで今日はスキンケア、寝る前にお風呂上がりにしてるスキンケアと、あとメイク前のスキンケアを紹介したいと思います。最近肌の調子が良くなって自分にめっちゃ合ってるなっていうスキンケアを見つけたので、日によって使ってるものが違かったりもするんですけど、それも全部紹介しようかなって思います。ということで早速行っていきますね。ちなみに今すっぴんでございます。もう本当に朝お風呂入ってスキンケアしてそのまま来ました。一旦ねこのピンをつけてスキンケアをガチで紹介していきます。まず夜お風呂上がった後にしてるスキンケアを紹介します。まずこれです。VT のリードルショットの1000です。これは最初使った時めっちゃ痛くてびっくりしたんですよ。これ見えない針が入ってて、それを塗ることによってその後の化粧水とか美容液とかを浸透を良くさせるものになってて、これを塗ってます。痛いのが苦手だよって方は50、100、300とかいろいろあるので、小さい数からやっていくことをお勧めします。で、私は線をゴリゴリに塗ります。数が上がっていくごとに金額は高くなってしまうんですけど、でも、まあ、300ぐらいが一番ちょうどいいと思います。無理せず300、まあ慣れてきたらどんどん数字をね上げて、最近1300、1500？ なんかもっと高い数字が出たらしくて、1000でもやばいって言われてるけど、ちょっとその大きな数字も、待って前髪めっちゃ邪魔なんだけど止めたのに、気になりますめっちゃ。でこれをゴリゴリに、私は力強く塗ってます。そっちの方がなんか針が奥に入るかなみたいな勝手な。はい、これをゴリゴリに塗ります。そしたら次に化粧水、こちらもリードルショットと同じブランド VT のトーニングトナー、 TX トーニングトナーです。これ最近のやつですね。これさ聞いて、さっきキャリーに入れててちゃんと蓋閉まってなくて、ここまであったんだよ。ここまであったのに半分以上キャリーの中に染み込んで下に垂れて大変だったんだから、これマジでショック。マジでさ、これめっちゃ好きだったのにさ半分以上なくなったんだけど、やばくない？これを手に、私さコットンさ使う人いるじゃん。コットンってさ染み込ませるじゃん。コットンに染み込んだ分ってさ、その分さ、使えないからさ、もったいない。こういうのケチだからさ、もったいないなと思って、コットンあんま使いたくなくて、これ手にやった方が、余すことなく使えるなと思って手で塗ってます。これを一旦ね、一旦、これを、手で塗っていきます。はい、塗れたら、これ敏感肌の方でも使いやすいと思います。はい、これのエッセンスバージョン VT の TX トーニングエッセンスの1000ショット、これもリードルショットとめっちゃ相性がいいので全部良きだなと思います。これはいつも1プッシュ半手に取ってこれを顔に全体に塗ってます。一つ注意なのが、まつげ美容液
塗るよって方、根元に塗る筆タイプのを塗ってる方は、化粧水をわーって塗っちゃうと、まつげについちゃうとね、まつげ美容液の効果が半減しちゃうから、先に化粧水とかスキンケアしたいよって方は、目元、ここまぶたは大丈夫だけど、まつげには絶対つかないように塗ることをお勧めします。じゃないと、まつげ美容液の効果が半減しちゃうから、そっちの方が良きですよ。で、塗れたら、次はこれのパック。VTTX トーニングデイリーマスク。これを、マジでこれめっちゃいいんだよ。これを、ピンセットが付属でついてるので。で、マジでこれね、ひたひたすぎるからね、めっちゃね、垂れてくるのよ。マジで、こんなひたひたでいいんですかっていうのはひたひただから、液だれ注意。これを1枚取って、これを貼ります。なんかさ、バッグってさ、裏表あるのかわかんなくてさ、なんか、鼻のところっていつも折り曲がってるから、鼻の部分が、パックつけてても、ベロンってできるように、なんか、わかる言いたいこと。これを、パックを、このまだ、鼻のね、ところがね、いつもね、折り曲がってるんだけどね、ここを、こうやって貼ってでも、こうやってベロンってできるから、こっちが、肌に付着する方かなって思ってるんですけど、どう思います？マジで、パックの裏表分かんなくて。これを貼ります。これ15分ぐらい置いてます、いつも。これ、ちょっとでも気泡入ってると、気泡が入ってるところって肌に触れてないので、もったいないので、ちゃんと、こまめに気泡が入ってないか、をチェックしながら、あと目のところもちゃんとキワキワまで貼るようにしてます。気泡が入ってないか確認しながら、パック待ってます。こんな感じですね。これで15分ぐらい待ちます。いつもベッドの上でこうやって寝っ転がったらベタベタになるから、座りながらこうやって寝るか携帯いじってます。パック貼ってる時ってマジで眠いんですよ、夜。だからこれで待機だね。前まで私さ、パックめっちゃ苦手でさパックとかがここの髪の毛とかにくっつくのがめっちゃ嫌で、ちょっとでも触れないようにいつも折り曲げてんだけど、私ってマジで人よりマジでデコが狭くて、それがめっちゃ嫌なんだけど、めっちゃ嫌で、ある程度デコを広い方が可愛いんですよ。前髪とかのアレンジがしやすいし、前髪をパッツンにした時も可愛いし、前髪分けた時もめっちゃ可愛いから、ある程度はおでこが広い方にめっちゃ憧れててめっちゃ好きなんですけど、私、デコ狭すぎて、折り曲げるしかなくて、折り曲げなかったらマジでここぐらいまでいっちゃうんですね、パックがね。だから前髪がベタベタになるのすっごい嫌で、だから、だいぶ折り曲げてるんですけど、こことかもね。だからめっちゃね、パックが前まで苦手で、でも、パックすると、すごい肌の調子が良くなるって気づいて、最近ちゃんとね、パックするようになりました。で、毎日パックダメって聞きますけど、私はパックしてます。パック。なんか取られてる。待って、でもさ、これさ、笑ったらさ、パックが笑ったらね、パックがね全部ね肌から剥がれるの
だから笑えないんだ。なんかニコッとできないけど我慢してね。私も我慢するね、笑わないようにね。マジで笑っちゃいけないんですこれ。ねえ笑っちゃう。ねえ。笑っちゃう。ニコニコで撮ってんだもんだって。涙出てきた。ニコニコで撮ってるから笑っちゃう。隣で。まあいいや、まだ寝ないからさ、いっか。まだ寝ないからいいです。僕はね、シワシワでも、まあ、寝る前はできるだけね、シワシワにならないように、これ、気泡を潰して潰して。お待ちください。私はパックしてる間に、まあ、寝るか、こうやって目つぶってるか、携帯いじってるか、でも最近は、こっちのか、あの、前髪は、あの、乾かすとベタベタになっちゃうから、パックでね。だから、こっちの、髪の、長い髪の方の髪をドライヤーしてます、ね。ドライヤーしながら待ってます。まあ、大体、私、ドライヤー6分ぐらいで終わるので。ごめんなさい。6分ぐらいで終わるので。ちょっと待、ちょっと、ほんのちょっとだけ、あの、5分ぐらい自然乾燥させて、ヘアオイルつけて、乾かしたらちょうど15分ぐらいになってるので、そんな感じですね。ねえ、このさニキビ跡さ消えないんだけど、ずっとこれさ、マジさ聞いて、本当に私これ4月ぐらいからニキビがずっとできてて、このニキビ跡だけマジで消えないの。なんで凹凸はないんだけど、後だけ消えなくて、めっちゃ嫌。コンシーラー隠すのもめんどくさいし。じゃあ、だいたい15分ぐらいで剥がしてください。自分のね、タイミングで大丈夫です。で、これもうテカテカなので、これ一旦ちょっとだけ、一旦っていうか、いつもなんですけど、ちょっとだけ、こうやってティッシュで、気持ちね、気持ち水分を、ティッシュオフしてから全体になじませてます。気持ちね、マジで強くバン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 ってやったら、あの、あれ全部あのパックした、ね、水分が持ってかれてしまうので、ちょっとねこれをこれいい感じに馴染んだら、まマジでこれ日によるんですけど、このイニスフリーの、イニスフリーのレチノールシカリピアセラム、これ有名なやつ、あのレチノールの美容液を塗るか、このメディキューブの AGER グローセラム、これビタミンですね。ビタミン、え、だよね。ビタミンだと思って使ってたんだけど、ビタミンじゃない説。ビタミンってどこにも書いてない。でも黄色なのできっとビタミンだと思われます。ビタミンだと思って信じて使ってます。でもこれめっちゃいいんですよ、普通に。これ普通によくて、私メディキューブめっちゃ好きなので、このメディキューブのあのね、これかこのイニスフリーのあのを、あの気分で使い分けてます。こっちの時は普通にこれを塗って、その後クリームを塗ってるんですけど、こっちバージョンでいくと、このレチノールのやつを、まあ、2プッシュぐらい取って、顔全体に塗ります。顔全体に塗って、で浸透させますね。しまった。
私さ、洗顔する時のものとかも持ってくればよかったね。めっちゃ一個ね、マジでめっちゃいいのね、あるんだよ。マジで肌めっちゃツルツルになるやつ知ってて、それ後で説明するね。説明でごめんだけど。で、これレチノールって乾燥するらしいから、レチノールを塗った後はマジでめっちゃ保湿してください。あのこっちの時は大丈夫なんだけど、レチノールは乾燥するみたいなんで、よくクリームを塗ってください。普段から結構寝る前はベタベタに塗っちゃうんですけど、このアビブのこの復活層っていう、復活層を使ってるクリーム、これ結構あのセットで化粧水、美容液、クリームでセットでも買えるんですけど、私このクリームがお気に入りで、もずっと結構使ってる。私にしてはめっちゃお気に入りで、これを、このクリームを結構ドバドバと全体に塗ります。で、前髪はもうずっと上げたままで寝ますね。あの前髪がベタベタになるし、しかもあれ、おでことかも荒れちゃったりすると思うので、できるだけ前髪は上げて、でその後に前髪ドライヤーすることが多いので、あのおでこだけ、あの一旦ティッシュオフ、クリームとかもティッシュオフしてから、ポン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 ってね、全部拭き取らないようにやってから前髪だけドライヤーしてます。そっからピンでまた押さえてます。はい、これで夜のスキンケアは完成です。で、その後に私はまつげ美容液は、ラッシュアディクトを、目元は、目のまつげのところは化粧ついてないので、あのラッシュアディクトを塗って、その後にあのマジョリカマジョルカの、マスカラっぽい、こうやって塗るタイプ、毛先に塗るタイプの美容液を塗ってます。で、これで完成です。あと持ってきてないんですけど、私ずっとあの洗顔はロゼットの黒い丸っこい洗顔使ってるんですね。それ使ってて、その前にね、スキンフードっていうところのブラックティーの顔用のスクラブがあって、これマジめっちゃいい、めっちゃいいんです。これを顔用のスクラブなので、これを塗って1、2分待って洗い流して洗顔したら、マジで顔ツルツルになるんですよ。これマジめっちゃおすすめ。肌のザラザラ感がなくなるのでめっちゃおすすめです。リップもスクラブの使ってるんですけど、レブロンのシュガースクラブリップ、これマジでめっちゃ良くて、4年5年ぐらいずっとそれ使ってて、ずっと保湿力が持続するし、唇のザラザラもなくなるんで、めっちゃおすすめです。ということで夜のスキンケアは終了でございます。一旦ね、一旦ティッシュオフで、やばい、肌うるうるすぎる、このスキンケアしたら。めっちゃ保湿力は高めです。もうもちもちです。もうこの、私もう本当にこのリードルショット使ってからマジで人生変わったので、マジでこれ使った方がいいです。マジで肌やばい、マジでメイクのりも全然違うのに、絶対使った方がいい。線は1週間に1回ぐらいがいいらしいです。毎日使っちゃってるけど、こんな感じです。マジで肌綺麗になるの。え、絶対やってほしい。やってね、本当にお願い、やってください。続いてメイク前のスキンケアを紹介します。メイク前は普通にこのさっきのね、化粧水を VT のね
TX トーニングトナーを塗ります。顔全体に塗って、顔全体に塗ります。で、このトーニングエッセンス1000ショットを、これ1プッシュぐらいでいいかな。夜は 1.5 プッシュしてるけど、あのメイク前は1プッシュかもう半分ぐらいで、1プッシュもしないぐらいで大丈夫です。塗ったら、これもまたこの復活層のアビブのクリームを顔全体に、これはもう本当にちょびっと、もう寝る前じゃないのでちょびっとで、顔全体に行き渡るようぐらいで大丈夫です。これ塗ってもう完成ですね、メイク前は。で、持ってき忘れ、本当にさ、持ってき忘れが多くて本当にムカつくんだけど、サボリーノの、ベリーのピンクのパッケージの30枚ぐらい入ってる、サボリーノを1枚貼って、その後に、このアビブの復活層クリームを塗って終わる時もあります。時間がある時は、こっちですね。で、夜はこれの、これ使う時もある。この VT の、これは有名だね。これ、これもこういう箱に入ってる緑の、箱に入ってるパックの袋バージョン、7日間分ぐらいの7枚入ってるやつ。これを貼る時もあります。あと、もう本当に紹介しすぎなんですけど、おまけとして、髪の毛綺麗だねって言ってもらうことが多くて、私のよく使ってる、ヘアオイル、ドライする前に使ってるやつを紹介します。はい、これは、イチカミのワクサ、ワクサって言うんですか、これ。これ。和装だったそうです。ワクサとか言っちゃった。多分和装です。和装エッセンスでございます。皆さん勉強になりましたね。和装エッセンスです。これマジでいい匂い。本当にさ、嗅いでほしい、これ。本当にね。マジでこれ本当にお風呂上がりに使うといい気分になる、これ。本当にめっちゃ、これ2本目なんだけど、マジ、2本目もなくなりそうなんだけど、マジでこれいい匂いだから、本当に使って、しかも800円ぐらい。本当にこれめっちゃいい匂い。全員使いな。買って。マジでいい匂いだから。私、イチカミ本当に大好きやん。イチカミの匂いが本当に大好きな。これを塗ってドライヤーするときもあるし、でも今日はこのパンテーンのエクストラダメージリペアっていう、この、これもね、1000円するかしないかぐらい。これのヘアミルク。洗い流さないヘアトリートメント。これを使ってます。あと、これはもう本当に前から YouTube で紹介してるんだけど、モレオの、モレモです。モレモのプロテインバーム。洗い流さないヘアトリートメント。これタンパク質、プロテインなんで、タンパク質がたくさん入ってて、これはブリーチしてる方とか、よくヘアアイロンとかして、髪の毛が傷んでるよって方とかにめっちゃおすすめです。これ、2000円くらいかな。これが、800円、1000円するかしないかぐらい。全部結構お手頃価格なので、めちゃめちゃおすすめです。ということで、夜用スキンケア、メイク前のスキンケア、おまけでヘアトリートメントも紹介しました。全部ね、結構、お手頃価格で買えるし、ぜひぜひ真似してほしいなって思います。皆さんで一緒に綺麗な肌を作りましょう。ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。